50いかないですよね。はい、43。一応でもそれ、はい、中間報告で、10時43分で43匹。43匹すごいですね、はい、一応下池に移動してきました。ちょっと上が渋くいっていうふうとほどじゃないけどね、はい、ちょっとそろそろ切り口を変えた方がいいのかなと、はい、こっちも飽きてきちゃうしね。そうですね、はい、気分転換に、はい、下池の方に、はい、頑張ります。はい、まあ、でも今47台で10時半でしょ。10時35分、はい、10時35分でしょ。もう余裕だよね。そんなこと分かんないじゃないですか。テストもいっぱいあるし。そうですね、ね、あんまりそっちもこっちばっかりやってらんないから、はい、ちゃっちゃっと100釣っといて、ちゃっと今日200釣って明日休むとか、それは無理でしょ。はい、下池記念すべき1匹目です。これが、55匹目になりますね、はい、競争の沖ですね、やっぱり、はい、手前より沖の方がいい。はい、これが56ですね。ちょっと反応悪いっすね、思ったより。はい、上の方が良かったですね。あの、追ってくるんだけど食わないっすね。なんだろう、はい、ネゴルクルさんも順調に数伸ばしてます。ただ下のがなんかでかいっすね、釣れるのが。はい、そう、集まってくんだけどさ、その割には食わないよね。はい、キメラ 1.2 ですね。今ちょっとネモクルさんに教えてもらって、キメラ 1.2 表層シェイクでも鬼のようにわらわら湧いてきますね。円筒ですね。はい、はい、クリアカーボン 68K のクリアカーボンとニューイグの組み合わせで、キメラ 1.2 の今テスト中のカラーですね。フラッシュのやつです。これはすごいっすね。半端なく魚湧いてきますね。はい、もうフォールスピード関係なくガンガン来るよ。巻きフォール 1.2 巻きフォーラリルレルだよ本当に。これで、あ、記念すべき60名です。ちょっとペースがかなり落ちましたけど、記念すべき60は、下池でキメラ 1.2 フラッシュですね。テスト中カラーで、よっしゃー、まさに入れ食い。いや楽しい、これまさに入れ食い。来てよかった、まさに入れ食い。やばいねこれね。まさに入れ食い。これ楽しいね。こんだけシェイキングでガン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 来るとちょっと大きいですね。ずっとキメラ 1.2 のままです。あ、でっかいの来てんな。くしょ、これでも太いな。おいしょ。ネモクルさん入れ食いっすね。入れ食いです。ここに来て 1.2 で 1.2 で入れ食いっすね。はい、はい、11時20分これが70ですね。70匹目ですね。まさかこんなパターンにはまるとはね。キメラ 1.2、キメラ 1.2 釣りまくり。はい、うーっしゃー、
今キメラの試しに 0.8 をつけたんですけど、キメラの 1.2 の方がバイトがでかいですね。活性がいいんでキメラ 1.2 の方がフォールが早い方がいいのかもしれません。おいしょ、フラッシュグリーンですね。フレッシュグリーン、はい、やはりキメラの 1.2 の方がいいようです。74匹目ですね。ちょっと11時50分、もうすぐお昼ですね。12ですね。足元まで追ってきた。ずーっと。もう我慢比べなくなってくると。よいしょ。釣っちゃうと移動しちゃうよね。で、また休まして釣るみたいなパターンなんだろうな、これ。はい。これが。76か。おいしょー。はい、ずっとキメラ1.2ですね。はい。